はい、皆さんこんにちは、ダイレクトマーズ船入と申します。今回はですね、はい、このトリップを使って、ちょっと車中泊をしてみようかなっていうふうに思います。今回の宿泊地であります、RV パーク静岡さんにですね、向かいたいと思います。ただいま時刻がですね、18時40分となりまして、今富士山メッセのところにいるんですけれども、その RV パーク静岡さんまでちょっとですね距離がありまして、で時間がですね8時半までの受付となるそうなので、ちょっと安全運転をしつつ、ちょっと途中ですね、夜ご飯ですね買いつつ向かいたいなというふうに思いますので、はい、行ってまいります。はい、ちょっと暗い中ですみません。ですね、今到着したんですけれども、ちょっとですねお風呂の時間がですねもうすぐ終わっちゃうっていうことで、先お風呂パパッと入ってきちゃいたいなというふうに思いますので、ちょっと、ご飯等はですねその後になりますので、ちょっと先に行ってきます。はい、今ですね、お風呂の方に入ってきました。いやーめちゃくちゃ良かったですね。お風呂なんですけれども、まあ4つお風呂ありまして、泡がブクブクするところと、あとなんか季節の お風呂なんですかね、なんか今日はなんかローズなんちゃらって書いてありましたねっていうのと、あと水風呂と、あとまあ僕がずっと使ってたなんかなんか効能があるはい、めちゃくちゃ暖かくてすごい気持ちよかった、はい、お風呂入ってきました。はい、でですね、スタッフの方もですねすごく丁寧な対応してくださいまして、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。いろんな、はい、いろんな対応も良くて、でお風呂も気持ちよくて、はい、そんな感じで今からですね、晩ご飯の方、食べていこうかなというふうに思います。はい、今日の晩ご飯ですね、そうですねコンビニで買ってきたものになりますんで、はい、紹介していくと、はい、僕の大好きなメロンソーダですね。メロンソーダと、あと電子レンジありますんで、レンジでチンできるご飯と、で、あとですね、このなんかスミレの味噌ラーメンのやつがめちゃくちゃ美味しいって聞いたんで、ちょっとこれ買っちゃいました。はい。で、それと合わせてちょっとこれも美味しそうだったんで買ってきました。はい、ちょっとこれですね今から温めて食べようかなっていうふうに思います。はい、まずですね、ですね、はいはい、まずですね、はい、こちら、はい、電子レンジですね。電子レンジでちょっと温めようかなっていうふうに思います。よいしょ、電子レンジで、はい、500ワットで5分になってましたね。5分30秒ぐらい、はい、これで温められるらしいので、はいはい、今ですね、電子レンジで温めてる間にちょっと内装の紹介ちょっとしようかなと思います。今ちょっとですねテレビつけちゃうとこう YouTube でテレビ映るとまずいかなと思ってつけてないんですけれども、
はい、ここに32型のテレビですね。もうここですね、ここで僕座って食べるんですけど、ここで座ってドドーンと見える位置に、はい、テレビがあるんで、めちゃくちゃ快適かなと思って今すごく楽しみにしてます。はい、でですね、先ほどのこの電子レンジの下にですね、はい、こういう、はい、冷蔵庫ですね。はい、ちょっとつけてたんで冷えてますね。はい、こういう風に結構な大容量の冷蔵庫があります。そして下は冷凍庫ですね。はい、なってます。これもデカめのやつがついてますね。はい、そしてはい、まあ、ここに電気操作できるパネルがありまして、でまあこれもちょっと著作権的なやつがあるんで今流してないですが、 Bluetooth でこれと接続して音を流せる、はい、そういうものもついてるので、はい、結構こう止まってる時間もですね、いい雰囲気になるかなと思います。でちょっとチーンとなって今炊き上がってますが、ちょっと先にこっち紹介しますね。はい、で今回ですね、ちょっと出発時間が遅かった都合でスーパーとかが空いてなくてですね、これ使えてませんが、はい、IH がありまして、そして横ですね、今ちょっとディスプレイのものがいくつか入ってるんですけれども、こういう、はい、はい、シンクですね、シンクもあります。でこれですね、水も135リッターありますんで、そこから、まあ、水をめちゃくちゃ使えると。そして水を温める装置もありますんで、温水の、まあ、シャワーとしても使えますね。これだいぶありがたいですね。ちょっと明日の朝この温水で顔洗おうかなと思ってます。はい、そして実はこういう個室がありまして、しょ、はい、ダダーン。はい、今回まあここは使わなかったんですけれども、まあ、シャワーの、はい、部屋にもなってますし、あとトイレですね、トイレも設置してあります。そして洗面台っていう形で、はい、こういう形の空間になってます。はい、ドン。そして横にはベッドですね。今日はここで寝ようかなと思ってます。はい、広々ベッドがありまして、そしてまあ本棚ですね、ちょっとした本棚がありまして、はい、でドドーンと、はいまあ食事ができる、まあ、ダイニングスペースといいますか、はい、そういったところがありまして、今からここでちょっとご飯を食べていきます。はい、はい、今ですね晩ご飯の方食べ終わりました。まあ食べながらですね、そういや過去にこういう車中泊の動画を出してたなと思って、でうちの山本が出してたものをちょっと見ながら食べてたら、今も気づいたらですね10時半になってましたはい、であとちょっとですね、ちょっとだけまあ寝る準備をして、で明日に備えてもうそろそろ早めに寝ちゃおうかなっていう風に思っております。はい、でまあ寝ようと思ってるんですけれども、まあ10時半ともなるとさすがにちょっと寒くなってきましてですね、でそんな時に使える装備あったなと思って、ちょっとそれを紹介をさせていただこうと思います。はい、そんな時に使える装備あったなと思って、ちょっとそれを紹介を。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。